北のタレント名館、北のタレント名館、北のタレント名館は2004年4月15日から2006年3月23日までフジテレビ系列で放送されていた深夜バラエティ番組である。放送時間は毎週木曜日25時5分25時35分放送関東地区。毎週頭文字1文字から連想されるタレント5名を 司会のビートたけしとガダルカナルタカが無作為に選び、スタジオに呼びクイズを行うという番組である。誰でも知っているタレントも出演することもあるが、一部の人間しか知らないタレントも出演することも、この番組の魅力である。また番組の出演条件も、特徴的で、ノーギャラ、無報酬であることが条件であり、これが番組冒頭の出演交渉のシーンに色々と味を出している。 よく高が人選に戸惑うと、江戸や猫八、四代目に電話をし、ひばりの声などをやんもらった。最初はゴンドラが最上部にあり、正解とともに、ゴンドラが下がっていく。当初は、昔のアップダウンクイズの要領だったが、途中から逆になったまた二問正解時までベールがあり、顔が見えないようになっている。ベールからはみ出て、顔が映りそうになる場合は、 番組マスコットのマークで顔を多い映像では3問、正解するまでは徹底的に顔を映さないようになっている。3問正解で顔出し、4問正解でそのタレントの PR ができる。回答者、ゲストは5名なので、回答席、ゴンドラが5枠あり、番組では1から5番といった枠番は設けていないが、説明の便宜上、向かって、左の回答席から1枠、 以後順に、右側が5枠とする。大抵は1枠には顔を隠されていても顔のイメージが枠、十分世間でも顔が知れ渡った温帯クラスのタレントが座る。以降に、3枠はほとんど認知度がない芸人や、割と懐かしいというかごぶさたなタレントが多い。4枠はお笑いタレントで、二人組の場合であろうとあくまでも回答者は一人なので、相方は別席にいる。 そこはベールがないためお面をかぶり、回答者の相方が三問正解するまではお面は外せない。5枠はグラビアアイドルがお決まり。ほとんど発展途上の売り出し中のピチピチギャルである。意外に司会進行のガタルカナルタカが特別その5枠のギャルに最低を甘くするといったようなことはさほどない。ものの、時たま、絵が可愛いから、とかいう理由で、途中で、必ず、作曲したり。 もしくは、絵で表現してくださいという問題が出題される。それまで2問正解だったのを2ポイント与え一挙に4問正の PR タイム獲得にさせてしまう。といったこともあった。番組中に問題は6問ほど出題される。回答方法はすべてプラカードに回答を記入し、それを立てかける方法である。本当に正解がわからずに当てずっぽうに記入するものや、 不正解で顔出しできないのを覚悟で、それでも受け狙いでギャグを交えた回答をするものなど、様々であった。特に4枠のお笑いタレントに多いが、久々のテレビ出演だから、PR をしたいと、しゃかり気に入って正解を出そうとするものも少なくなかった。番組の最後に、番組スタッフのエンドロールが流れるバックで、3問、正解できずに顔が一切映らなかった回答者は、 終了後の抱負を一言述べるシーンがカズトに対して3秒ほど映るが、そのカットは画面の左上部に小さく映るだけで視聴者が見える一気ではない。2年間の期間で全84回放送された。一度だけ60分の拡大スペシャルを放送したことがある。この番組はもともと富士テレビ721で放送されていたチャンネル、北野の うもらさぬ、知名度の低い芸能人を舞いもらさぬという意味から、という企画から派生された。うもらさぬには、司会を務めていたマキタスポーツと放送作家の倉本、三鶴の二人が、タレント名官を見ながら、電話で、出演交渉をしていた。2005年9月22日放送分では、萩原流れが、スケジュールが空いていながら断固出演拒否をしたため、クイズ目隠しドボンという、 偽番組の出演依頼をして、萩原流れをおびき寄せ、無理やり出演させた。2005年12月1日放送分では、出演者全員が顔出しをすることができたが、時間の都合、により全員の顔が出たところで終了したため、誰も PR をすることができなかった。2006年1月19日1月26日に、B と清が出演したが、 この連続2回の出演は、自分が出した CD の告知がしたいがために2回とも、無理やり、一時的解明して、その時で、ずーっと清志、かの時で、カルーセル清志望んだが2回ともぼけ回答ばかりで、結局顔出しすらできなかった。番組 MC である、戸部アナが、コンタクトレンズをなくしたとのことで2回だけ眼鏡をかけて、出演したことがあった。なお、 本番組の後番組で2008年現在放送している、たけしのコマネチ大学数学科では番組の内容を常知的に見せるために毎週メガネをかけて出演している。とべアナもたけし同様最終回には回答者として出演し、顔出しを果たした。最終回はたけしが、初角や高しという芸名で回答者として出演。清も初角や清で登場し、 ツービート結成前の名前で出演している。なお、この最終回において、二人に漫才をやらせようとしたが、たけしが嫌がり実現しなかったものの、二人が同時にブラウン管に移り、変則的だが、コントっぽいことも行っている。たけしのスケジュールの都合がつかない場合とき、代行としてダンカンが司会を務めたことが何回かあった。ただし電話での出演依頼をするときは、高と、 ドベアナが担当のため出演はせず。また、最終回に、たけしが回答者になった時も司会者席に座った。ダウンタウン司会の音楽番組、へえ、へえ、へえ、にて、宇多田ヒカルがゲストだった際、会いたい人ということで、佐田まさが呼ばれたことがある。通常呼ばれる理由としては、この人がきっかけで歌手になったや、この人がファンだったというのが多いが、宇多田の場合は、 テレビのシーンや番組で出ていて印象的だったのでという理だった。無論、その番組こそ北のタレント名官であり、その際の映像が流れた。ダウンタウンからは、なんでこんな番組に出たんですかと聞かれまくっていた。ちなみに、歌田は、さだ自体をあまり知らず、歌手だと思わなかったらしい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。